こんにちは、飼い主です。今日は木梨とお花見に来ました。木梨との初めてのお花見なので、主はとってもルンルンです。でも木梨は抱っこが嫌いなので、こうやって抱っこして歩くとちょいちょい腕を噛んできます。ちょっと痛いです。さて、木梨と桜の初対面でございます。第一印象は良くないみたいですね。やったね。ああ、なんと木梨は桜の妖精さんだったみたいですね。ああ、木梨、お花見いかがでしたか？よかったです。おおお、天使だった。お留守番してくれていたぼっちたんにもお裾分けしてみたんだが、これまた天使だった。